試合動画本人解説。はい。はい、はじまきやです。はい。はい、松屋宇野です。はい、アイスリボンの女子プロレスラー、そしてミューズ呪術アカデミーで呪術の練習をしている松屋宇野さん。この松屋宇野さんがね、この間、蕨市の、蕨総合体育館で行われたありがとう蕨という大会がありまして、その、アイスリボンとフリーダムオズの合同興行、その中で行われたオンリーサミッション呪術マッチ、松屋宇野対チュミカルペディエムのこのリベンジマッチ、はい、この試合のね映像を見ながら本人解説していただきたいと思います、はい、この試合は、過去に対戦経験ありますね。はい、あります。いつ戦いましたか？去年の11月24日あ、じゃあもうちょうど1年ぐらい前に行われた、はい、ラスコンゲームスですね。はい、あそこで、松屋さんとチュミさんが、初対決をして、はい、そこで、なんと先制ポイントを挙げたにもかかわらず逆転負けした松屋宇野、はい、それから1年をねもうずっとそのチュミさんとのリベンジをずっとねもう胸に秘めてやってきて、さあどうだっていうところでこの試合が組まれました。はい、はいはい、じゃあこの試合を見たいと思います。はい、はい、これがね会場の、はい、蕨市総合体育館ですね。はい、はい、もうこのやっぱプロレスとね格闘技の合同興行なのでリングです。はい、はい、そしてこの松屋さんの応援の横断幕、はい、松屋をパクった松屋の牛丼大好き、ありがとうございます、はい、マスコットキャラクターもいましたね。はい、はい、アイスルボーンの人たち、はい、はい、カルペディエムチュミです。頑張ります。ちょっとまだ少しさっきまで緊張してたんですけど、宇野ちゃんに会ったらちょっと安心して、でもリングで戦うことなんてめったにない機会なので、この機会をくださった方に感謝しています。ありがとうございます。頑張ります。はい、いよいよ本日です。もうすぐです。正直緊張して何も喋れません。でも頑張ります。はい、これね松屋さん、はい、柔術着を着てリングイン、ね、初めてです。はい、はい、どうですかこのみんなの前で柔術をやるっていうのは、すごい紙テープまで来ちゃってプロレスラーっぽいですね、ここら辺は。はい、オンリーサミッション柔術マッチ、試合時間5分、延長3分ですね、はい、さあそしてスタンドの攻防、そう、そして今ちょっと投げをしようとしたところすかされましたね。さあ立ち技の攻防、ちょっとチュミさんがね本当は突っ込んでくるんじゃないかと思ったんですけども、そんなことなかったですね。立ちでも十分、そうね、片方の襟をちょっと持たれてまして、うん、はい、ちょっと何もできた状態でこういう、あ、そして引き込みからのこのいいすぐさまの三角締め、さあこの三角締めはどうか、はい、そして今離れました。さあここでオープンガードなんですぐやっぱ襟持たれますね。あ、けどもうこれハーフガードです。あ、この試合はね、もうポイントもないし、アドバンテージもなしでやってます。さあ、そしてクローズドガード。さあ、クローズドガードで襟を強烈に引きつけている。力強くて、はい。強かったですか、プロレスラーの松屋さんからしても。強かったです、はい。さあ、どうですか、この状態。さあ、今、相手がどんどん襟を持っているところですね。まずはこのクローズガードを割りたいんですけども、ちょっと引き付けが強いか。さあ引き付けたら、そしてこれまた三角か腕十字か。あ、そしてこれバランス崩れて上下入れ替わっちゃいましたね。やっぱね、逃げようとしたら胸を張ったところ、その勢いを利用して上下入れ替わってリバーサル、そしてマウントまで一気に行ってしまいました。はい、どうでしょうかこの今のマウントポジション、これどうでしたかこのマウント。あ、結構動けなかったですね、あまり。やっぱ相手の圧がすごい、圧がすごかったですね。はい、さあ今ここから相手は腕十字を狙っていこうというところでしょうか。ちょっとまだ松屋さんもちょっと全然ブリッジもしてないし、エビもしていない。はい、ちょっとややテンパってるのかどうか。テンパりました。さあもう完全にマウントから攻めようとしているのが中美さん、はい、これもう完全にちょっとゴテゴテですねこれは。さあそして腕十字だ。さあこの腕十字どうでしたか。ちょっと危なかったですね。やっぱこれ足をかけるより、はい、とりあえずは起き上がった方が良かったですね、はい、このねクラッチ切られたらちょっとまずいです。あ、これ上になればまだねいいですけども、はい、さあこのリングサイドちょっとこれ落ちるような感じになってます。この普段だったらねプロレスだったらロープエスケープありますけども、ね、これはないですから。さあ今これ、あ、今これバックを狙える
状況なんじゃないか。さあどうだ。さあここは何をしようとしますか、松也さん。腕を取ろうとしたんですかね。でもバックに回ればいいです。そうですよね。あ、そしてこれまた上下入れ替わってしまいましたね。下になってしまいました。はい、さあ下になった松也宇のガードポジションは何を狙おうとしましたか。いや、特になし。特になしね。そしてまたこれマウントですかね、サイドですかね。サイドですね、はい、ハーフではなくサイド。さあサイドからまずは戻さないといけないところなんですけども、ね、はい、さあ今ハーフガード、ハーフガードの状態まで戻しました、はい、さあハーフから何を狙おうとしてましたか、松也さん。このハーフガード何かありましたか、狙いは。いやとにかく向き合おうと。そうですね、今日も正解しましたね。さあそしてタッチになりました、はい、やっぱガードから攻めるのではなく、スタンドの攻防、はい、そして上を取りたい。けど松也さんもね、この柔道経験者ですからね、けどまた引っ込まれしまいました。あ、けど引っ込みから一気にこのマウント、これは良かったですね。さあマウントポジション取りました。けど下からチュミさんが袖を握っている状態、はい、さあどうでしょうこの形。さあこれ何狙うとしてますか。あ、締めですね、ハンマーチョーク、前腕での締め。いければ腕十字行こうかと思ってますね。そうですね、まずは締めで嫌がらせをしながら腕を取りたかったんです。ここでちょっとマウントからエスケープ。それまでこれトップポジションですから。そしてクローズドガード。さあこのクローズドガードはどうか。はい、試合時間残り30秒、ちょっとややチュミさんの方が優勢といったところでしょうか、はい、けどまだオンリー3ミッションですからポイントも関係ないです、はい、さあまだまだここからちょっと手を出しすぎか。そして足を出しすぎ、はい、そして手を出して足を出したところうまく救われてしまった。あ、けどそこの足を救われたところは何もなし。そして両足を揃えて立ってしまったのはこれちょっとどうか。これはちょっとよろしくないところで、これタイムアップ、はいはい、本戦5分が終わって延長戦の3分に突入ですね、はい、はい、この延長戦の3分、何を狙ってましたか松也さん。倒そう、タックルで倒したいと思ってました。さあタックル組みつきました。さあ倒したんですけど、その後がちょっと。さあ倒したまでやっぱりクローズガード入ってしまいましたね。さあセコンドの声聞こえてましたか。聞こえてました、はい、はい、さあこのクローズガード、そして足を出すのはちょっと良くない。はい、やっぱね、ちょっとチュミさんのクローズドガードがなかなか強固ですね。強固でした、はい。さあどうでしょうかこの形。あ、そしてヒップスローでスイープマウント。あ、けどハーフ戻しましたね。ハーフガードです。上下入れ替わったけどまだハーフガード。あ、どうですかこの松也さん。はい、ちょっとね、こっからだとちょっと攻めてはないですよね。まず松也さんもフルガードに戻したいところなんですけども、はい、ちょっとやや、あ、もうマウントまで行っちゃってましたね。あ、そして下からアメリカーナ。あ、これでうまく上下入れ替わりましたね。入れ替わったんですけど、またクローズドで、はい、クローズド手こずってましたね。ちょっと足を上げたりなんかして、やっぱね、このクローズドがちょっとクローズド地獄、なかなかクローズド地獄からね抜き出せないですね。さあクローズドからの再開、さあどうですかここ。で立ち上がったところなんですけども、両、そうですね、草刈りで上下入れ、でこれスイープマウントですね、はい、ちょっと両足を揃えて立ってはいけない、はい、やっぱねちょっと白帯ですからね、やっちゃいけないことをやってしまっているのは仕方ないんですけども、そこの対処は よろしくなかった、はい、そして腕伸ばしてますね。これも良くない、マウントから腕を伸ばすのは良くない、はい、さあそしてこれでもうマウントで腕を取って、そして腕十字。さあこれね腕十字なんですけど、ちょっとねまだそんなに肘が入ってないように見えたんですけども、どうでしたか。結構決まり具合、あ、
あ、やっぱ微調整で入りましたか。はい、そうですね、やっぱ自分も動いてたんで、で逆にそれで動いちゃったのがちょっとで微調整でハマってしまったと。そしてタップ、なんとマスアウのタップ、ちょっと腕痛そうにしてますけども、おっと、まさかの2分28秒、腕十字でチュミさん一本勝ち、マテオの敗れました。残念です。まさかね、自分のホームグラウンドで敗れるとは。はい、はい、レフリーもね、握手をそれも無視して、はい、ということで、2分28秒延長ラウンド、はいはい、腕十字でチュミさん一本勝ち、はい、松也さん一本負け、はい、はい、試合の感想どうでしたか。そうですね、やっぱりこうプロレスのリングだったので、そのプロレスラーとしてもやっぱりこう柔術習っているものとしても、うん、やっぱりファンの皆さんに応援してくれる人たちにはかっこいい姿を見せたかったんですけれども、うん、やっぱりこう甘くないなっていうのはすごく実感しました。はい、はい、そうですね、はい、そのチュミさんもちょうどキャリアが2年、松也さんもちょうど2年ぐらいですね、はい、けど、まあ、チュミさんは週にもう4回とか5回とか練習してると、はい、で松也さんはまあ週に2回ですからね、プロレスの練習ありつつ柔術の練習ってことで、ちょっとやっぱ本業ではないっていうところもあって、本業柔術家にやられてしまったかなというところあったんですけども、はい、じゃこの試合を踏まえてこれからの練習とか何か目指したいところありますか。はい、そうですね、やっぱり弱点が分かったので、やっぱりその負けたその要素をこれからたくさん練習して、臨機応変に対応できるように試合でも練習でもしていきたいなって思いました。はい、この試合から学んだところ、その弱点というのはどういったところでしょうか。あのクローズドガードですかね。そうですね、それの対処法をあまりこう何ですかね、で身についてなかったのがやっぱり原因だったかなって思います、うん、はい、まあこの試合は負けましたけどね、そうやって自分の良くなかったところっていうのは炙り出されたので、はい、そうやって一つ一つその弱点を克服していけばまた一歩前進かなと思いますので、はい、でこれでチュミさんに2連敗、3度目の対決はありますか。いや、もうここはリベンジさせてほしいですね。てかリベンジしたい、はいまで、はい、3度目の対決あるのかどうか、はい、そして2度あることは3度あるなのか3度目の正直か、はい、これがどうなるかちょっと分かりませんけども、はい、いつかまたチュミ対松也、この決着戦ではないですね、はい、で、まあ、次勝ったとしても2勝2敗、そうですね、1勝になりますから、はい、1勝2敗、はい、でもう1回勝てば2勝2敗、ね、そして決着戦、まだまだ ね、 道巻きましね、最低でも3回勝たないと勝ち越しできない、はい、まだまだね、はい、この柔術道のり長いですけども、はい、これから松也さんプロレスラーとして技術も頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。はい、試合動画本人解説松也宇野さんでした。はい、ありがとうございました。